こんにちは、アルパパです。今日の動画はアルファード 13.3 インチリアエンターテイメントシステム徹底解説というテーマでお伝えします。 13.3 インチリアエンターテイメントシステム、前でテレビ、後ろで DVD と別々のソースが映せるので子供にはとても好評です。ちょっと高い買い物になりますが、家族でお出かけの際にはとても便利なオプション装備となっています。アルファードに興味のある方、これからアルファード購入を検討されている方、ぜひこの動画を参考にしていただき、オプション選択検討のご参考にしていただければと思います。それでは早速動画をご覧ください。はい、はい、今日は 13.3 インチリアエンターテイメントシステムの解説をしていきます、うん、はい、ということで、うん、これそうそうそう、エンジンかけても閉まってる状態、うん、あ、これがそう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 、エンジンかけたらウィーンって自動的に開くように設定できるかもしれんと思うね。ちょっと待ってけど知らんねん、それ多分ね、メニューオーディオ、うん、オーディオ選択、うん、でここでまあテレビを見るとか、うん、こうラジオを聞くとか、うん、まあ、いろいろ選択できるんやけど、うん、この中にリアっていうのがあるんで、リアして、うん、この鉱石電源っていうのがあるから、これ押したら、うん、押すよ、これピッて開く、よいしょ、ほら、ああ、まあいつもはこのリモコンで電源をピュッてしてるわけよ、多分俺がこれ電源を前オフにしたから、あ、まあ、今ねこれオンにしたじゃない、うん、勝手にいつも開くん、ちょっと一回エンジン切ってみようか、うん、あ、閉じた、エンジンかけます、うん、あー、オープン、ほら、あ、ほんまや、うん、これがええんちゃう、いや、そうだね、だからさっきね、うん、ここのオーディオのオーディオ選択でさ、うん、ここ電源オフにしたじゃん、あ、うん、オンにしたじゃない、うん、なのでこれエンジンをかけたら自動でオープンになったけど、うんうん、これオフにするじゃん、うん、これでこれ閉じてるでしょ、うん、でこれをこのままエンジン切ります、うんうん、でエンジンをけても、うん、あ、そう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 、うん、まあこれが言ったら後ろの人は不便な、うん、そうだね、うん、まあこのリアのところで、うん、まあ、電源をオンにしといたら、うん、エンジンかけても、うん、打ってこうオープンになるから、うん、まあ、これがいいってことだよ、うん、でもまあママもさ、たまに一人で乗るやん、うん、その時にマジで後ろでトムとジェリーがかかってるのがうるさい時あんねん、そうやろ、ほんまに、あ、え、あ、これデュアルスピーカー、さっきのデュアルスピーカーのところを、うん、これ今ちょっとこう青っぽくなってたこの縦の線が、うん、これが青っぽくなってたらオン、うん、でこの白い場合はオフ、うん、で何かっていうとこれオフにしたらもう同じものが映りますと、はい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 、だからこれ例えばこのリモコンで後ろテレビってやったら、うん、ほら前もテレビ後ろもテレビ、前テレビになって、どうやってあの音がって、あ、音が、はい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 、ほら、あ、はい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 、これ今デュアルスピーカーオフにしてるから、うん、要は前も後ろも両方同じものが映りますよ、はいはいはい、いう状態で、これをオン、うん、まあ、今テレビで、それもテレビだけど、うん、でこの後ろのリアのやつをディスクに変えたら、うん、ほら前はテレビのまんまやけど、あ、後ろは DVD っていう、これがデュアルスピーカー、スピーカーの意味なんだ、前これ見える BTB、うん、DVD、うん、うん、だここの操作で前後ろ
違うもの出すか同じもの出すかっていうのができるんだ、うんうん、ちょっともう一回言って、操作デュアルディスプレイのその画面どうやって出せたの、もう一回言って。オーディオして、このオーディオ選択っていうのがあるね。これでまあテレビ見るのを何するのっていうのをまあ選ぶんやけど、これリアっていうのがあるから、でこれが電源オンオフで、これデュアルにするかしないか。やっぱこう一人で乗ってる時俺うるさいなと思うんだよね、後ろ。だからどうしても俺ピッて押してオフにしちゃうの。じゃあ次エンジンかけた時にここはオープンになってないってことだよね。なんでさ、前の車やったらさ、言ったら音楽の DVD とか入れたらさ、録画されたやん、本体に。あったね。それってされへんの？それは知らん、わからん。音楽聴きたい時あるんけど、全然その操作がわからんから、いつもブーやん。それはわからん。なんかテレビの音とかしてるけど、ないんちゃう、ハードディスク。音楽聴きたいね、ほんま。それ Spotify で聴きゃいいやん。そんなすごい操作が分からへんね。だから Spotify って あれかかれへん、通信量。通信かかるけど、知れてるよ、 Spotify の通信量ってめっちゃ少ない。俺ジョギングしてる時30分 Spotify 聴いてるよ。それまた教えて今度。うん、めっちゃ音楽聴きたい時あんねん。で 前の車やったら音楽聴いててめっちゃでっかい声で歌ってて車の中ぐらいしか歌われへんやん、めっちゃでっかい声で今まあやり方だけ言うと、スマホで、このスマホで普通に Spotify を流して、うんうん、でこれ Bluetooth って押したらスマホの音声がここから流れるから、それで聞けるっていう、そんだけやけどね。そういうことな、うん、めちゃ簡単やん、うん、全然特別なことは。じゃあまず Spotify を入れたらいいねんな。うん、まあ全然なあ。 USB ってあるやん、とこになんかうっすら、うん、こうディスクにダウンロードしたら USB 挿したら音楽鳴らせんじゃん。鳴らせるかもしれんね。 USB に挿したら多分認識をして、あ、私それしようかな。再生できるんじゃん、それできたら。うん、まあ全く 13.3 インチリアと関係ない話をしてる。ああ、ごめん。だって自分のさ、やりたいことの。で 13.31、 まあそうだね。で 13.31 はこれ最初に話してなあかんかった話なんだけど、メーカーオプションナビね、これね、まあなんか70万とか80万ぐらいして、メーカーオプションナビをつけると、この 13.3 インチリアエンターテイメントシステムが一緒にセットで、オプションとして選択できます。はいはい。19万ぐらいかな。ああ、そう、これ。うん。で、これ合わせてまあ100万ぐらいの。ああ、はいはい。で、こうやって自動でオープンになったり、で、画面も。切ろうか。え？トートで切る？ああ。音。あ、音をちっちゃくしたら。ああ、音ね。あ、いや、これリモコンやな。これがだからリモコンや。いいよ、はい。うん。どこまで話した？オプションで、ああ、そうそうそう、で自動で開くし、うん、13.31、要は画面の1サイズも大きいよね。うん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 、大きいな。12とかかな、うんうん、まあ一番の特徴が前後独立して、うん、画像が出せますというところね、うん、だから後ろで DVD を子供たちが見ながら、パパは前でテレビが見れますという優れもの、うんうんうん、まあ、これいいねっていうので買ったけど、どう？まあ、実際使ってみてっていうのはさっきのね、なんか不便とかはそこやな、うん、まあ、自動で開いてほしいし、うん、でも一人で乗ってる時はこうトムとジェリーの音がさ、うん、まあ言うてやっぱりちょっと干渉するよね、前に。その干渉具合をさ、ちょっとやってみよう、うん、今テレビ聞こえる前の、聞こえてる今ね。なんならトムとジェリーより聞こえてる今。10ボリューム10、うん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 、後ろボリューム何個？後ろはね、今待ってよ、下げたからな今。どこにボリューム出る？あ、3、全然。じゃあ同じ10にしたらいい？うわ、10ってすごいわ。でもこいつも10ぐらいじゃん。でもで同じ10、10だったらさ、どう？その後ろはこれを見たいわけで、後ろの、うん、その前の10って気になる？気になれへん。あ、気になれへんの？うん、気になれへん。へえ。俺やっぱ前にいたら後ろが結構まあね、後ろは結構気になれへん、前の音が。へえ。
で、これを今これ20にした。めっちゃそっち、ま、前がすごいね。もううるさい。今5にした。全然気になれへん。あ、そう。だって10でもそんな気になれへん。そうだよな。だから私10ぐらい出しといてくれたら、うん、私の席から前のテレビもまあまあ見れんねん。そっちに集中したら、テロップ出てたらな、テロップ見ながら前のテレビに集中できるやん。やっぱり前と後ろでさ、それぞれの見たいものが見れるって。そうやな、それはいいと思うよ、うん。まあ、これがすごく一番の特徴でめちゃくちゃいいよ。で、ちなみには質問とか受けるんやけど、違うチャンネル見れるんですかみたいな。うん、わー、それは思ったな。それね、できない。できないんだよな。それできない。はい。できません。違うチャンネル見たいよね。違うチャンネルはできません。だから何を見るかっていう、見るソースを前後で、変えることができるっていう。だから前テレビで、後ろで、まあ、言ったら HDMI つなげたらファミコンもできたりとか。あ、そうやね。で、スイッチもできたな。そうそう、ゲームができる、後ろで。だから、あの、そう、あのアルファードね、あの買われる方注意は、うん、HDMI のインターフェースは、うん、この 13.3 インチリアエンターテイメントシステムをつけないとつきません。うんうんうん、そうね、うん、そうそうそう、うん、だから普通に鉱石モニターをついてるあのモデルもあるんだけど、うん、それってあの HDMI ついてこない。うん、うん、で、今あれね、うん、ぜひコンセントをオプションでつけてほしいな。つ、うん、け忘れたけど、 うちはコンセントね、はい、あのうちはこれで後からつけたけど、うん、これがあったらもう、そう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 、まあまあ今これがあるからいいけどさ、うん、そうだね、オプションコンセントそんな高くなかったのでさ、そうやね、1万円つけたかったな、うん、だからまあゲームを、HDMI 使ってしたいですとか、ね、うん、そういう方は 13.3 インチとその AC 電源のオプションをつけるのがまあいいんじゃなかろうかというふうに、うん、はい、思います。はい、はい、ちなみにちょっと1個裏技知ってる？何も知らない。これ今音鳴ってるやん、うん、ちょっとこう音バッて消したい時あるやん。はあ、ははあ、ああこれ押したら、え、今押したらマップになったやん。マップになったね。なるん？ちゃう押したらマップになるってことか。へえ。これ押したら何、そうそう、要はまあ音消えるってことだけど、そう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 、だからこうビューっていつもこうボリューム下げてたんだけど、え、それなんか当たって分かったの？たまたま。そうだね、なんかちょっと押してみたら、押してみようと思うねやな、うん、あ、音消えたと。まあこんな感じ。うん、どう、だいたい分かった。うん、分かった。というわけで今回アルファード 13.3 インチリアエンターテイメントシステム徹底解説というテーマでお伝えしました。いかがだったでしょうか。アルパパチャンネルではこれからもどんどんアルファードに乗っていき、皆様のお役に立てる情報をアップしていきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。動画閉じる前にいいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。